様は不公平だ。幸せな人とそうじゃない人。当然私はそうじゃない人で。お嬢さん、よかったら俺を拾ってくれませんか。半年お世話になってもいいですか。おはよう。突然現れた謎の青年との同居生活。ヘクソカズラ。名前なんかあるの。雑草という草はない。草には全て名前があります。ほら早く。名前しか知らない彼との出会いが私の世界を変えていく。彼氏じゃないんだよね。草上くん、ハンカチ使ってくれてる。だって私いつきのこと好きだもん。引き金引いといて忘れるとか都合いいこと言うなよ。私はずっと引き金2回目。え、待って。待たない。さやか誕生日おめでとう。覚えててくれたの。受付。草壁さんなら辞めましたよ。私何にも知らないんです。何にも。もう一度会いたい。それだけなんです。植物図鑑、運命の恋、拾いました。この運命、信じてもいいですか。